ここから行けそうだ。この力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考えろ。これは足止めに使えそうだ。こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。ケイケ、無事か？こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。じゃダメだ。エリカ、あなたの気持ちも分かる。私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、ヒロコさん、みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ。長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。言えるわけがない。私はただの飼い猫。まともにやり合うのは無理だ。隠れて機会を伺おう。理解してくれない。守られる。
守られている。私はただの器、何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい、ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。尻尾が力の源だ。俺が手助けする。引き抜くんだ。分かった、気づかれないように背後に回ってみる。なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。アキト、電話の音が聞こえないか。